はい、それでは今回も、コールオブデューティーインフィニットウォーフェアベータ、もちろんアフレコです。別のマップでやったプレイ動画です。途中参加だけど00スタートで、武器は NV というアサルトライフルに、コンバットリーグ今作の、まあその兵士がマークって兵士でやっております。まあ、一通りやった感想としては、なんだろうな、やっぱり BO3 感はすごいんだけど、ただ BO3 に比べてジャンプとスライディングのこのブーストのゲージの減りが多くなってるらしくて、だから BO3 に比べたらなんだかもう少しで届きそうなのにちょっとゲージが足りなくてジャンプしきれないとか、そういう場面が多くて、プレイングのちょっと違い、そこが感じるんだけど、まあ、そこは慣れる気はないね。あとなんだろう、なんか投げた。リスポンもね、ちょっとなんだろう、リスポンした瞬間に目の前に敵がいるとか真後ろに敵がいるとかあって、まあ、まだベータの話だけど、ベータとは言ってももう発売数近いんで、この辺なんとかなるのかなってあたりで、スコアストリークを獲得。今ちょっとね、スコアストリーク出せそうな雰囲気があるからね、この辺をちょっとうろうろしてるんだけど、スコーチャーっていう、まあ、爆撃を落として一人キルで、今 LMG を拾って、この LMG の不思議な部分は、これプレイしてるときは気がつかなかったんだけど、リロードをしていない間、マガジンがフルじゃないとき、手持ちのマガジンから自動的に弾がね、充電されてってるというね、機能があって、さすが未来だね、この辺は。これは LMG の初期武器のローという武器で、こいつも倒して、で今スコアストリークのね、最高に設定してあるウォーデンを呼んで、まあ、ウォーデンがいわゆる、これ前回も言ったっけな、ウォーデンが攻撃ヘリ的なやつ、セントリーモードとエスコートモードっていうのがあって、多分切り替えたらついてきたりするんだろうね、こいつ。また NV で。あと、今作は、あれだ、BO3 同様に、サプライドロップがあるんだけど、サプライドロップ BO3 の頃、途中、新武器とかも出すようになっちゃって、若干、ま、つまり当たらなくて、僕は全然当たらなくて、苗気味だったんだけど、まあ、予告されてる時点では今作も、特別な武器がアンロックされることはあるんだけど、それは自分でゲームをやってポイントを貯めることによっても強化して手に入れることはできるらしくて、まあ、つまりあれだ、ガチャじゃないと絶対に手に入らない武器があるとか、そういうのはないらしいけど、まあでもそれでもね、結構ちょっとしんどい部分があるよね。ポイントを貯めて自分で武器をね、4段階ぐらい強化できるので、でそれによっては、なんだろう、モダン3の頃にあった、あの25人キルすることによって出すことのできる核とかが今作復活してるらしくて、そして今使ってたのはマークのスペシャルウェポンのレーザービームみたいなやつだけど、正直あんまり強くない。今作ベータの時点で一応コンバットリーグが5体か6体いたけど、最初のなんだっけな、初期のリーグが今のところ一番強くて、ウォーファイターだっけな、ウォーファイターがめちゃくちゃ強くて、ウォーファイターのクロウという武器、あれが BO3 の初期のサイスレベル、もしくはそれ以上のぐらいで強くて、他全然使ってる人がいなくて、なんか FTL とかいろいろコンバットリーグはいるんだけど、これはバランス調整が必要だと。でね、本当に今 UAV 映ってる通り、すぐ近くからリスポーンしてきてるからね、あんまりね、動き回るのも良くないのかもしれないけど、敵が離れてしまった。ここにいる、倒して、全然ここから動けなくて、ここにもやってくる。 UAV 呼んで、こんな未来なのにさ、なぜか UAV が三角測量という、なんかすごい古風な測量方法でレーダーを動かしてるっていうね。さあ倒して、ペイロードを倒すとね、若干ポイントが多い。まあ UAV 壊す人は BO3 という今作も多いね。さあ、どっから攻撃を受けてるのかわからない。ちょっとこの時ね、画面の明るさマックスなんでね、ちょっと画面が白いのと、フィルム粒子という設定があって、なんだろう、何の意味があるのかわからないけど、画面が若干、なんだろう、アナログ感出るというか、ちょっと ぼやけるって言えばいいのかな、そういう効果があるんだけど、この時かけてるけど、まあ後で切っております。
あとはオプションの設定、これ前作あたりにもあったのかわからないけど、ダッシュしたらリロードキャンセルを行うとかいうのもあって、この時はオフにしているはず。レーザーみたいな音がする。弾が少なくなってるけど、なぜかこんなところに敵がいて、 NV のリフレックス拝借して、でスコーチャー、スコーチャーはねすぐやってくるからね。なんか車のエンジン音みたいな音でね飛んでくるけど、この時ノーキルだから、ね、スナイパー使ってる人がね最近ちょっと多く見受けられて、なんだっけな、名前忘れたけど、3つ目のスナイパー武器がねかなり使ってる人が多くて、でまあこの試合2回目のウォーデンを呼んで、このパートではあんまりスナイパー使ってる人がいない。で今拾った武器は3点バーストであることを気づかなくて倒せない。でまたこのレーザー光線、スチールドラゴンなんだけど、今1キルして、やっぱりねこれもね強いとは思うんだけど、やられてしまう。クロウの方がまだ強いかな。とにかくねクロウが強いといったところで、で終了。このマップはねスローバックというところで、ラスキルはボーデン。全員日の丸マークだね。というわけで今回マークを使ってみたけど、周りロボットばっかりだな。というわけで次のコンバットリーグも次回使ってみようと思います。それじゃあ今回ここまでで。